お疲れ様です。即解則の久保です。暗号通貨が大暴落して止まらないんですよ。で、全名が暴落してますね。暗号通貨ってのは上昇するときはみんな釣られて上がるんですけども、下落するときはみんな釣られてね、下落するんですよね。まあその中でも流れに乗り損ねた、上がってるときに上がらない。でもみんなが下がってるときに下がらないみたいな通貨があるんですよね。そういうふうに 連動がちょっと遅れる通貨ってのが狙い目だったりするんですけども、この辺ね、やっぱり普段暗号通貨を特定のものでしか見てない方ってのは、やっぱ見つけられないんですよね。まあ、こう言っても私ね、あの、毎日暗号通貨リサーチしてるんで、まあ言わないですけども、ちょこちょこね、も、ま、う、あ、利益出してるんですよ。で、これは責任も持てないし、暗号通貨って最も難しいんで、あの、まあそれをね、人を集めて買いましょう売りましょうなんて私やりませんけども、でもやっぱね、人の見方ってうのは、う まあ言ってみればちょっと単純なところがあって今暴落してるからっていうんでみんなビビってねあのいろんな動画探すんですよで上昇してる時はもう毎日ねあの価格チェックだけするんですよあのなんですかねチャートを見てねだから人の心理っていうのは暴落した時に情報を探して状態がいい時はあのまあ大して気にしないみたいなねどのぐらい儲かったかって自分の通常見てるわけなんですよね で、ヒカキンさんがね初めて活動を休止するなんていうのは私もねえー、あそうなんだと思ったけどヒカキンさんの動画をそもそも見たことがないと初めしゃだの動画もまだ見たことないとあれだけチャンネル登録者数がいてもまあ、言ってみればね毎日甲子園もやってる毎日プロ野球もやってるけども野球テレビで見たことありませんみたいなね私みたいな存在ですよねだからそういう一部ちょっと変わったやつがねあのー、世の中のトレンドからこうちょっとずれて動くんですよねあったりね 大谷翔平さんなんて今あんまり話題にならないと思いますけど、今やっと私ね、あの、その人が何をやったのかってことが分かった状態でね、<laughs> いつもトレンド遅れなんですよ。まあこのトレンド遅れがこうそうするときもあるんで、世の中様々ですよね。それじゃあ、いってらっしゃい。